佐吉庵2013年に開催された狩谷城築城480年記念展狩谷市美術館は愛知県狩谷市住吉町にある私立の美術館である1983年に開館。郷土作家や郷土ゆかりの作家の作品のほか、戦後の日本美術、現在活動中の作家の作品、絵本原画などを中心に2977点を収蔵している。 また、開館に合わせて、トヨタグループ各社の寄付を受け建築された茶室の、佐吉庵を併設している。主な事業は常設展や企画展など美術品の展示のほか、主に子供向けのワークショップの開催、展示室、研修室、茶室の貸し出しなども行っている。茶室、佐吉庵は、美術館の開館に合わせ、市内に本社のある、 トヨタグループ各社から寄付を受けて併設された。トヨタ防食創業者のトヨタ吉から、スケを、トヨタ事創業者のトヨタ一郎から、木を、そして知識の地から一時ずつ拝借し命名されている。京都の北山杉をふんだんに使って建てられている。本格的茶室とお手前のできる十畳の和室が三室ある。茶会や茶道の稽古のための貸切利用も可能。 収集方針に117作家2977点の作品を収蔵している。ありがとうございます。